第11話シェレス大阪です。いやー、シェレスはちょっと柿谷はなんかでかするんじゃないかなと思うんですよ。これまでの過去を振り返ると、柿谷陽一郎が抜けた瞬間、シェレス大阪ってちょっと浮き目ばっか見ることばっかだった気がするんですよね。2014で降格したりとか、1年で J1 に復帰できなかったりとか、柿谷陽一郎がいなかった間って結構シェレス大阪って浮き目見てたんですよね。うん、結構浮き目見てたので、その勝手にショックがやはり数年前から続いている、今でも健在だったらシェレス大阪もちょっと危ないんじゃないかなと思うんですけど、ただそれでもシェレス大阪熟知してるクルピ監督が加入したの大きいと思うんですよね。クルピ監督が結構シェレス大阪熟知してるので、やはり結構柔軟性もあると思うんですよ。シェレス大阪を熟知してますし、うん。で、ロティーナ監督が築き上げた守備も、大事にしてると思うんですよね。クラブの愛もあるので、もちろんクリップ監督は。いや、帰ってきてくれるので、クリップ監督はね。なので、クリップ監督の柔軟性次第で、浮き沈みが決まると思うんですよね、シェレス大阪が。12位は、浦和レッズです。いやー、ちょっと待ってください。浦和レッズ班のファンには申し訳ないしろ、J2 で長年やっていた監督が J1 でいきなり指揮を取れて結構リスキーだと思うんですよね。昨年のベガルタ仙台の例を見ちゃうと、どうもそれがちょっとちらついちゃうんですよね。はい。まあ、これがちょっと、はい、覆されたら本当申し訳ないんですけど、ただ、やっぱりね、うん。いきなり新監、J2 をね、3、4年やっていた監督をね、J1 でいきなり試すのはちょっと本当リスキーだと思うんですよ、ライレツさん。まあ、ただ、話を聞いてる限りだと結構ね、有能そうなんですよね、リカルド監督。ちょっと速攻不良だった二人、杉本健勇と、まあ、ちょっといなくなっちゃった柏祐介選手の、ちょっと規律違反で、まあ、言及したりとか、いろいろとしてたので、やっぱりそこの点に関しては、有能だと思うんですよね、リカルド監督。ただ、そう考えたら、攻撃陣どうなのかなーって思うんですよね。ちょっと1年目からはちょっと上位厳しいのかなと思うんですよね。これが2年3年と続けてったら、浦和レッズはもちろん優勝予想したいんですけど、いや、1年目はちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですよ。で、まさに昨年の鹿島アントラーズみたいに、先日の浸透がまだ追いついてなくて、結構序盤は巻き込む展開も予想されますね。それを込みで考えたら、今年はちょっと上位進出厳しいんじゃないかなって思うんですよね。ただその代わり2年目3年目はすごいと思ってて、来年、再来年順位予想するんだったら、浦和レッズはも、まあ何もない限り上に予想したいんですけど、やっぱり新監督を試すのはちょっと、いや、リスキーだな。上に順位予想はとてもだからちょっとできないですね。ただもちろん、湘南ベルマーレから加入した金子大輝くんっていう選手は、非常に頼れる逸材なので、金子大輝くんのパワーによっては、はい、浦和レッズは上に行けるんじゃないかなと思うんですよ。いや、金子大輝くんだけじゃないけどね。はい、まあ、とにかく浦和レッズは層が厚いので、私の予想より上に行く可能性は十分ありますし、高いです。ただちょっと個人的に思った感想を含めて考えていったのは、この順位にしましたね。第13位は清水エスパルスです。いやー、湘南ベルマーレのね、隣町のライバルとしてね、清水エスパルスは小さいところなんですよね。やっぱり、ちょっと大量失点の、あれは改善するにはちょっと、ロティーナ監督1年目じゃまだまだ早いんじゃないかな。ちょっと厳しいんじゃないかなって思う節はありますね。まあ、それでもロティーナ監督は結構有能な監督なので、失点が減れば、今以上に順位は上に行くことは可能なんですけど、ただどうなんですかね。清水エスパルスは、やっぱり湘南に上に行くっていうイメージはたくさん湧くんですけど、いやー、引っ掛けた行くっていうイメージはちょっとどうしてもなんか、今のところ抱けない感じがしますね。ただそれでも、ゴールキーパー重視してる私にとっては、ゴンダシュウチ日本代表ゴンダシュウチ入ったのは大きいですね。日本代表ゴンダシュウチ入ったことによって、守備はね、もう失点どんどん減るんじゃないかなって思ってます。それだけゴンダシュウチは頼るキーパーなんですよね。ただもちろん、清水エスパルスの今のキーパーである大久保選手ももちろん頼れるので、
ここでいい感じでゴールキーパー争いしたら清水スバルスは上に来るんじゃないかなって思ってます。まあただ清水スバルスは基本的に補強もいい感じなので、そこをマッチすれば、近年のちょっと、はい、あの降格残留争いしてるっていうのは抜け出せるんじゃないかなと思ってます。まあそんなちょっといろんな複雑な感情を込めて、清水エスパルスはね13位にしました。で4位は柏レイソルです。柏はね、あのオルンガの穴が痛すぎます。まずとにかく MVP 取ったオルンガの穴が痛い、とにかく痛いあのまず得点力不足は昨年より得点力落ちるのは避けられないと思うんですよ。 95% 確率では避けれないと思うんですよ。そこであの求められてくるのはあの失点を減らすことなんですよね。それを穴をそれを補うためにはやっぱり守備なんですよ。さあその守備をあの例年通りの昨年と同じ守備のレベルだったとしたら、カシャレンソルあの順位が落ちることはあの間違いなくなってくると思うんですよね、理論上、物理上。なのであのオルンガの穴がとにかく痛いですね、カシャレンソル。あとやっぱりあの J1 にから一度降格したことあるクラブって近年見てると、あの復帰して J1 に復帰してあの 2,3 年後にまたなんか残留争いに巻き込まれるっていうケースが増えてきてるんですよね、最近。あの、カシアレイソルも、あの、2019年にまさかの、まさか、いや、2018年ですね。間違えました。すいません。2018年にまさかの、まさかの、降格しちゃったので、あの、なんか悪いジンクスで言ったら、あの、2、3年後ぐらいに、あの、残留争い巻き込まれるっていう、フラグがあるので、カシアレイソルさん、あの、よもや、まさか、巻き込まれるんじゃないかなって、思っちゃうんですよ。ただ、それでも、あの、江坂だったり、せっせっせーのせがわだったり、まあ、遊び遊ばさんね。だったり、まあ、湘南でデビューした青森山田の逸材、神谷雄太くんがいたりとかね、してるので、まあ、そうはね、あるので、さあ、それをちょっといろいろと加味して、カシャレーソルは14位にしました。15位は、サガントスですね。サガントスは、まあ、なんかいろいろとちょっと揉めたりとかしてるので、ぶっちゃけ、降格もあるんじゃないかなって思ったんですよ。ぶっちゃけサガントスの降格もあるって思ったんですけど、ただやっぱり、湘南ベルマーレファンからすると、サガントスはとにかくしぶといんですよね、しぶとい。まあ、とにかくしぶといんですよ、サガントスは。うん。サガントスはしぶとさが武器なんですよ。うん。やはりね、残留はいつも争ってるね、サガントスとね、もうずっと見てるからね、わかると思うんですけど、サガントスはしぶとい。とにかくしぶとい。まあ、とにかくサガントスはしぶとい。まあ、いろんなちょっとトラブルを抱えたとしても、サガントスはとにかくしぶとい。それだけですね。まあ、しぶといサガントスってイメージがあるので、この順位にしました。まあ、やはりそれでもね、補強もね、中盤と守備を中心に、補強してたので、やっぱり、ちょっと、結構わきまえてるなーって思ったんですよね、サガントスさん。うん。なので、サガントスはやはり今年も、はい。残留強者だなと思って、残留の後者だなと思って15位にしました。さっきの話かもしれないけど、ゾンビランドサガのシャッちゃん可愛いよね。そして16位は、ベガルタ仙台です。ベガルタは、もう、本当は降格圏に入れちゃおうかなって思ったんですけど、先日ありました、大地震。ありまして、やはり思い出したんですよ。10年前の今頃って東北にとって忘れられないちょっと事件がありましたね、大震災。あの10周年なんですよね、今年。なのでベガルタ仙台は立ち上がると思うんですよ、あの地震で再び記憶掘り返されて。思い出すと思うんですよね、ベガルタ仙台立ち上がると思うんですよ、10年前みたいに。で、あと、テクラクモリ監督も帰ってきたので、やっぱり一致団結するんじゃないかなと思うんですよ。サッカーってチームスポーツなので、とにかく仙台は一致団結すると思うんですよね。なので、仙台はね、ちょっと今回ちょっと根性論、ちょっと精神論中心に語っちゃったんですけど、やはりベガルタ仙台のその、
はい、震災から立ち上がるぞっていうパワーと、一致団結する力で、はい、16位にしました。ベガルタ仙台ならいけると思うんですよね。まあ、戦力面でも、バテとスボビックが生き残ったのは、生き残ったというか、残留したのは大きいと思うんですよ。なので、やはり、まあ、キーパー好評、キーパーはね、軸に見て、私からすると、スボビックは、結構、いい残留だったんですよね。いや、ほんと頼れる。もう、ほんとに、これはちょっとチームに決定打足るような、残留決定打足るような残留だったと思うんですよね。バテとスボビックの残留は。なので、今年の仙台は結構、やはりサガン鳥栖同様、しぶとく生き残るんじゃないかなと思って、はい、16位にしました。で、こっからちょっと申し訳ないんですけど、降格するんじゃないかなと思った4チームを発表したいと思います。まず、17位は、ヴィッセル神戸です。先ほど、名古屋グランパスの時話したように、とにかく、超ビッグネームをガンガン連れてくるっていう補強をしているチーム。補強をやってるチーム、順位がなかなか上がんないっていうか、むしろちょっと下がるんじゃないかなっていう、J1 特有の、なんかフラグがあるんじゃないかなって思うんですよね。で、さらに、今年って降格4チームじゃないですか。どんなに名門でも、どんな強豪でも、歯車が狂ったら、落ちる可能性がいつも以上に高い。っていうか、もうこれまでの J リーグ史上最も高いので、そのびっくり降格枠が1チームか2チームあると思うんですよね。そのびっくり降格枠のチームが今年、ヴィッセル神戸になっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。うん。ちょっと神戸ファンで本当申し訳ないですよ。確かにイニエスタとか、いや本当に優れた選手はたくさんいるんですけど、何より、ただ昨年見てると、監督采配にリモーフがついたりとか、あと何より湘南ベルマーレの、はい、視点からすると、湘南ベルマーレが唯一、勝ち越しちゃったんですよね。ヴィッセル神戸ファンに。唯一勝ち越せたクラブだったので、ただ、もしその状態が今年も続いてたら、ヴィッセル神戸本当に危ないんじゃないかなって思うんですよね。いや、ベルマールももちろん強いですよ。いや、ちょっとやっぱりプライド持ってるので、ベルマールファンとして。持ってるので、はい。持ってるので、ベルマールはもちろん譲りたくないんですけど、勝ちは譲りたくないんですけど、それでも、なぁ、去年の状態ベルマールで、神戸ファンからの視点で巻き越しちゃうと、ちょっと懸念しちゃうなーって思うんですよね。もちろん、ヴィッセル神戸も武器があります。そう、補強です。補強。もし、ヴィッセル神戸序盤でつまずいたとしても、ビッグネームは連れてくれると思うんですよね。ヴィッセル神戸なら。ビッグネームをどんどん連れてくれる財力のあるヴィッセル神戸なら、補強もいい感じできると思うんで、中盤以降、ブーストかけると思うんですよね。前半でつまずいたとしても、ブーストかける。それが、ヴィッセル神戸だと思うんですよね。なので、ヴィッセル神戸ももちろん上位進出できる可能性はあるんですけど、だと、これまでのジンクスとかフラグとか、まあ、傾向とかあるあるを考えると、やっぱり、今年のびっくり降格枠って、神戸なのかもしれないなって思った限りですね。第18話ですね。横浜FCです。なんて言うんですかね、こう、J1 慣れしてないチーム。にあることなんですけど、1年目生き残れた時は、大抵2年目って、1年目以上にちょっとシリアスな状態になっちゃう時が多いと思うんですよね。なので、ちょっと、今回は横浜 C もそのジンクス当てはまるんじゃないかなって思うんですよね。確かに横浜 C も、絶対残留するぞっていう気持ちを込めて補強とかもしてるんですけど、なんていうんですかね、こう、J1 慣れしてないと、やっぱりどうしても残留争いって巻き込まれると思うんですよね。さらに、ヴィッセル神戸班みたいに、財力も、まあ、お世辞もあるとは言えないので、もしちょっと序盤でつまずいてたら、ちょっとやっぱり降格圏でさまよう展開になっちゃうんじゃないかなって、思うんですよね。ただもちろん、はい、横浜 C も、ポジションサッカーが結構浸透してると思うので、下平監督の。ポジションサッカーが浸透してると思うので、昨年同様、ちょっと、残留を争ってるライバルに、勝ち点を3を奪いつけていけば、やはり生き残れるんじゃないかなって思うんですけど、ただやっぱりそれだけにね、ちょっと J1 慣れしてないチームって、結構落ちる可能性高いと思うんですよね。ちょっと J リーグ有数のエレベータークラブこと湘南ベルマーレファンからすると思うので、ちょっと横浜 C はちょっと心配ですね。
なので、ちょっと18位にしました。横浜市ファン、申し訳ございません。第19位は、アビスパ福岡です。アビスパ福岡の、昇格を立て役者だった、セランテ選手がいなくなったっていうのは結構大きいと思うんですよね。私も経験するんですよ。2015年、J リーグの中で A クラス入りを果たした湘南ベルマーレだったんですけど、降格した主な原因はやっぱり、正ゴールキーパーの秋元陽太が FC 東京に移籍したことだったんですよね。なので、やはり、アビスパ福岡も昇格の立役者が、であるゴールキーパーいなくなったっていうのは、ちょっと私の経験からすると、うわぁ、やべーってなるんじゃないですかね。それでも開幕直前まで結構色とアビスパ福岡も補強してるので、なんとしてアラゲーゾっていう姿勢は感じるので、もし守備の、というよりゴールキーパーの穴が埋まれば、ゴールキーパーとディフェンダーの改善ができたら、改善というか穴埋めができたら、アビスパ福岡も今年生き残れると思います。大変申し訳ないですけど、20位と予想したクラブを発表します。徳島オルチスです。徳島ですね。やはり、監督抜けたのは痛い。リカルド監督抜けたのは痛すぎる。とってもだけど痛すぎる。サッカーって野球以上に監督の手腕試されるのに痛すぎます。2年前、ベルマールと、この昇格、参入プレーオフ争った時、リカルド監督とんでもない監督だなと思ったんですよ。で、もし、徳島が上がってきたら、ベルマーレ食われるんじゃないかなっていう心配もあったんですけど、だそのリカール監督いなくなっちゃったのはね、とてつもなく痛すぎる。もう、それだけですね、徳島ファンの場合。ただ、もちろん、ベルマーレも最下位の可能性は結構、かなり高いので、まあ、徳島ファンはベルマーレより上の順位になる可能性はもちろんかなり高いです。ただ、それだけも、それでも、監督が抜けて、監督抜けていきなり J1 挑戦っていうのは、かなりリスクがありすぎません。どんなに、J1 に慣れてないチームでも、やはり J2 で優勝、J2 で、昇格決めた監督が J1 でそのまま指揮取っていかないと、あまり昇格した例って、あまり、生き残るな例ってないと思うんですよね。なので、徳島ファンには申し訳ないんですけど、最下位にしました。ただ、もちろん、湘南ベルマーレを最後の数十センチまで追い詰めた、チーム力はあると思うので、やはり、このギャバハリは簡単に覆ると思ってます。なので、まあ、20位、本当に申し訳ないけど、20位にしちゃったって感じですね。本当は20位にはしたくなかったんですけど、やっぱり色と考えたら20位っていう感じですね。いや、徳島ファン、こと、申し訳ないです。入信しました。2月26、27、28から、2021年の J リーグ始まります。その記念に、J リーグのね、順位予想をしたわけなんですけど、まあ私はあくまでサッカーど素人なのでね、サッカーが大好きなだけのね、ど素人なのでね、サッカージャーナリストとか、元プロサッカー選手の、マク大手サッカー選手の順位予想よりかは当てにならないんですけど、まあ、私が思ってる予想っていう感じのやつで J リーグ、2021年の J リーグを順位を予想いたしました。果たして、2021年の J リーグはどんな年になるのでしょうか。降格4チームという、まさにデスレースの中、はい、生存競争がいつも以上に激しくなる、この J リーグ。果たして、どのような結末が待っているのでしょうか。それでは、以上、ザッキー会社。皆さん、サッカーファンの皆さん、そして J リーグファンの皆さん、今年も J リーグを盛り上げていきましょう。それでは以上。